ギャルみたい？ギャルみたい。いや、なんかね、ね、ギャルみたい？ギャルみたいだよね。おかえり、すずらん。3番ホール285ヤードパー4です。あんま距離ないんだね。ナイスじゃない？完璧じゃない？でしょう。ありがとうございます。塩分チャージ大事です。塩分チャージ。なんかもうまだ4ホール目なのに来てます。でもいいね、梅雨明けて最高だね。夏と、うん、どっちが好きですか？夏。夏です。じゃあ暑い方か。だって冬ってさ、体動かないし、ゴルフもさ、なんかあんまりうまくいかなかったりするじゃん。ゴルフ塾ですね、じゃあそうです。夏の方が体動くしさ、まあ暑すぎて熱中症とかもあるかもしれないけど、夏の方がゴルフはさ、確実にスコアアップにつながるよね。73だから60、65打てばいいね。あ、今さ、トップの位置で足がズッて動いちゃった。動いちゃった。ちゃんと埋めたはずだったんだけど、ちょっとでかいかな。止まって。あ、行っちゃったよ。うわ、全然じゃん。早速試練でございます。あ、でもさっき入ったボギーパッドと同じぐらいの距離ですね。そうだね、入らない距離じゃないよ。あ、切れましたね。ラボになっちゃいました。頑張って取り返します。今なんかちょっとフックっぽかったですか？やっぱカップ周りでフックかなとは思ったんですけど、出だしはちょっとスラ入るのかなと思ってまっすぐ目で狙っちゃったんですよ。14番ホール165ヤードパー3、しっかりパーと取れるところに、バーディーを取れるところに行きたいね、ちょっとね。バンバンユーティリティ、もしかしたら大きいかもしれないんだよな。わあ、悪いミス出てるよ。どこ行った？左のサブグリーンの奥ですね。やっぱちょうどいいさ、クラブがないんだよね。160ヤード6番アイアンだと小さいし、6番の上はそれ何番でしたっけ？4ユーなんですよ。だから5ユーとか入れた方がいいか、5番アイアン入れた方がいいか、ちょっとクラブがね、ないんですよ、このぐらいの距離が。あった、よかった。あ、よし、持ってくるの忘れちゃった。40ヤードぐらいですかね。でも持ってるのなんだ。エースなんですけど、ラフが深くて振り切って、あと左足上がりだからロフトが開いちゃうと思うんですよね。思ったより飛ばなかったってなりそうだから。このクラブで30ヤードつもりでいく。やっぱり長いね、これはね。
たね。引っ掛けた。ダボにしちゃいました。悔しい。気を取り直して。313ヤードですね。よし、ダメですよ、ゴルフ場で覚えばパー以外ダメですよ。ただしかし気合を入れるためにもう叩けませんよ、本当に。髪切りました。え、切ってないよ。本当ですか。なんか髪色が変わったような気がして。あ、多分落ちてきちゃったのかも。なんか夏めちゃくちゃ色落ちるの早くて、日焼けで。はい。ギャルみたい？ギャルみたいって、いやなんかね、ギャルみたい？ギャルみたい。だよね。ギャル憧れてるんですか？え、ギャルみたいって言われたら嬉しい。かわいいじゃん。マジですか？わかんない。私が思うギャルと皆さんの思うギャルが違うかも。よし、私の課題のこのアプローチをどれだけ寄せれるかですよね。はい、ワンピン以内にお願いします。はい、いい方でしょう。いい方です。この5ホール目にしてやっと寄ってきた。よかった、アプローチ入れる、絶対。バーディーパットですよ、本日2回目の。どうしよう、私今日ベスト本当に出しちゃったら。応援してください、みんな。